お元気ですか、ボクシミです。今回はカップラーメン試食動画でございます。一等のね、魚介系鶏白湯スープのね、カップ、ラーメンをね食べていきたいと思っております。それではね、熱湯を入れて5分待ちたいと思っております。はい、5分経ちました。それでは早速食べていきたいと思います。まずはですね、まずこのね、この3つのね、スープとですね、このね、ホタテチーユってやつありますよね。まずね、これを蓋の上でね温めておきました。でまずこの蓋を取りまして、まずはですねこちらのですね、粉末スープ、これをねまず入れたいと思います。まずね、溶きまして、まず軽くですね。で次がですね、こちらの液体スープでございます。そちらをね、切って入れたいと思います。で続きましてね、こちらのホタテチーユっていうね、あります。要するに、まあ、香り油でございましょうかね。まずこちらをね、入れたいと思います。お、これ匂いだけでもね、あのホタテのね、匂いがしてきました。はい。で、まずこれをね、混ぜまして。こんな感じでしょうかね。で、これね、ちなみにね、チャーシューはね、なんか鶏肉入りのチャーシューだってね言ってました。で早速ね、食べていきたいと思います。まずスープからでございます。やっぱり魚系、やっぱり魚介系ですからね、魚の中の出汁がですね、なんかギューッと締まったようなね味がします。このね、魚介系は結構ね、初めて食べるんですけどね。で、まあ日本人好みの味じゃないかなってね、私なりのね、考えでございますけどね。で、この麺の方もね、食べていきたいと思います。麺の方もね、魚介とねうまく絡まってね、大変ねうまいでございます。このね、一等さんというラーメンはですね、東京にあるみたいなんですよね。で私北海道でございますので、ね、もしね食べることはなかなか難しいと思いますよね。なんかのイベントでね、食べる機会があるかもしれませんけどね、その時はね機会があればね実際に食べていきたいと思います。でこのね、一等さんのね、カップラーメンもね、ぜひよろしければねご購入してみてはいかがでしょうか。またねこういったカップラーメン動画もね次から次へとね上げていきますので、ね、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。